こんにちは、NBA ファイナル第5戦、さっきちょっと見終わったんですけど、アーカイブで、ちょっといろいろやってて、ちょっと見れなくて、さっきちょうどアーカイブで見たんですけど、そうだな、もうドラギッチがね、ちょっとヒートいない状態で結構きついかなと思ったんだけど、確かバトラーがトリプルダブルか、そうだよね、点差がもう4ピリの残り数分ぐらいで、バトラーが確か2本ぐらいちょっとうわそれ打つのってスリーを打ってて外したんだよね。でもそこでああもうちょっとこれ負けるなって思ったんだけど、でもあれなんとか持ちこたえたよね。結局ね最後レブロンとバトラーの点の取り合いで、でもなんか心どっかではちょっとヒートまあちょっとヒートをこうちょっと引き目で見てたんだけど、やっぱレブロンが結構スリー決めてたもん、ね、いや勝負強いなと思った。あとまあフリースローもこうお互いも最後外してなくて、あとやっぱダンカン・ロビンソンがすごかったね。スリー7本ぐらい決めてた。あとあれだよ、コールドウェル・ポープがすごかった。えとかなんかみんなシュート入ってたよね、すごい。でも4ピリの途中のねバトラーのなんかタフショットのスリー確か2本ぐらいあった気がするんだけど、あれ決めきれてればもっと余裕で勝てたのか。いやだからよく勝ったなと思って、もうこれレイカーズ行くなって。もう最後ほんとさ、レブロンってさすごいじゃん。最後のレブロンって自分でめちゃめちゃ行くじゃん。さあだからいつも点取れるんだけど、いやでもやっぱりバトラーがすごいよね。だって AD にもさ疲れたりしてもさ、でレブロンとマッチアップして、あとクライダーもあったっけ、スリーのカウント、アンドワン、最後フリースロー、最後残り 1. 点何秒でちょっと覚えてねえな、さっき見たんだけど。あとやっぱいいところでね、イグダラがやっぱねディフェンス確かスティールとかあったもんな、ポストプレー下で叩いてとか、そうベテランのちょっと凄さっていうのは結構あったかなって思ったね。でまあこの見る側としてはまだ続いて嬉しいけどね。いやでもよく勝ったなって思った。ほんとなんか知らないけど一番印象残ってるのは、結構バトラーが2本ぐらいタフショット打ったのが、えなんでって思っちゃった。スリー外したやつ、あれはもったいないなと思った。あとダンカン・ロビンソンのスリーか、そうあれがもうちょっと、いやあれ結構タフショットでも決めてくるから、ダンカン・ロビンソンはあれをもうちょっとなんかね、もっとフリーで打てるようになればもっと決められるってことだからね。でも最後ほんとすごかったね。4ピリの残り数3分4分ぐらいだっけ。もうレブロンとジミー・バトラーのお互い交互の点の取り合い、あれはちょっとやっぱ見てて叫んじゃったもんね。なんか別に俺そのファンとかないからさ、なんか両方応援しちゃってさ、どっち勝ってもおめでとうなんだけど、最後もレブロンによって、あ違う、ダニー・グリーンだったのか。ダニー・グリーンもでも決めてたよね結構ね。で外したのか。レブロンにもう 3,4 人ぐらい行ってダニー・グリーン外して、いやでもほんとよく勝ったなって思った。いやもうほんと何回も言ってっけ、ジミー・バトラーのちょっとそれ打つのっていうスリーが2本あった時に、あこれ多分もう負けるなって思ったんだけど、そっからのジミー・バトラーのメンタルというかすごかった本当に。これでだからね3勝また勝ってね、第7戦までいったらほんとすごいよ。いやでもちょっとヒート頑張ってほしいんで、なんか応援したくなるよねあれ見てるとね。あとやっぱアデバヨの負担も結構きついしね。あ、オリニク出てないのか。第6戦楽しみだね、どっちが勝つか。どっち勝ってももうおかしくないの、ここまで来たら。3勝2敗だもんね、もうね。俺の予想は4勝1敗でレイカーズだと思ったんだけど。第6戦は、いや、ダンカン・ロビンソンの3じゃないかな、やっぱ。ハンドオフからの3が、多分結構対策を練られると思う。いや、でも結構つけてたけど、あれでも決めちゃうから、調子が良かったっていうのもあるかもしれないけど、バトラーとアンソニー・デイビスがなんか、軽くやり合って。まあ、あれはバトラーが悪いと思う。バトラーなの？バトラーなの？どっちなの？決してね、寝起きではないんで。ちょっとそれだけはちょっと勘違いしないでほしいですね。ちょっと、なんか寝起きだろうとかみたいな、言ってくる人ちょいちょいいるけど。では、なんでこんな動画撮ってるかっていうと、長い動画をちょっとずっと編集したんだけど、ちょっと間に合う、夢の中とかにちょっと行っちゃって、一瞬、気づいたらもう、手遅れな時間になっちゃって、昨日からずっとちょっと、その、編集したんだけど、間に合わなくて。NBA 見なくちゃいけないし、でまあ急遽こういうたまにはこういう感想の動画もね言おうかなと思ってすいません、間に合わせました。